衝撃的な慶応劇の末につかんだ4階級制覇達成だった。プロボクシングの WBC ・ WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦で、挑戦者の井上尚弥が王者のスティーブン・フルトン、米国、28ラウンド TKO で勝利した。昨年12月に1つ軽い階級のバンタム級で4団体王座統一を果たし、 階級を上げた初戦でいきなり世界のチャンピオンベルトを2本巻いたモンスター。年内にもスーパーバンタム級の4団体王座統一も視界に捉えている。最強の相手、へ勝ちにこだわる。東京、有明アリーナを埋め尽くした観客席のボルテージが一気に爆発した。8ラウンド、この日のために練習を積んできたという井上の上下への内訳が勝利の突破口を開いた。 井上が素早く見舞ったボディへの左ジャブに、フルトンは自分の目に入ってこなかった、とお手上げだった。ボディに打ち込んだジャブで相手のガードを下げると、一瞬の暇を逃がさずに強烈な右ストレートを顔面に見舞う。ぐらつく相手の顔面に、最後は飛び上がるように左フックをめり込ませた。たまらずダウンしたフルトン。この瞬間を待ちわびた客席は大歓声に沸く。立ち上がった相手に対し、 井上は一気にリングサイドへ追い込んで左右のパンチラッシュ。鮮やかな TKO 勝利だった。5年ぶりに挑戦者としてリングに上がる井上は、父、慎吾トレーナーによると、ここ最近では一番長い150ラウンドくらいのスパーリングをこなしてきた、という。井上はフルトンを、自分が思うこの階級の最強。自分のやるべきことをやり遂げる頭のいいボクサー、と警戒し、 スーパーバンタム級の初戦でフルトンと戦えることが一番のモチベーションと意気込んでいた。実際、関係者もかなり手強い相手と話すほど前評判は高かった。強烈なパンチで数々の KO 劇を演出してきた井上も、今回のタフな相手に対しては KO へのこだわりを封印し、試合後には判定でも勝つことが大事だと思っていたと打ち明けた。